草むらをかける黒い影。住宅街で撮影されたのは体長1メートルほどの子グマです。今日午前8時ごろ、砂川市空知太で住民が歩道上にいるクマを見つけました。30メーターも離れてないから、もうそのまま怖くてもうすぐ逃げたんですよ。熊は馬場さんの家の裏を通った後、このそば畑の茂みの中へ消えていったということです。周辺では昨日も熊の目撃が相次いでいました。猟友会によりますと、同じ個体とみられています。市は熊の餌になるものを外に置かないよう注意を呼びかけています。また付近の中学校では昨日と今日集団下校するなど警戒が続いています。